うちの工場の、最大の特徴は、一つ屋根の下に、生産設計の準備を行う、CAD の、部分と、あとは裁断 CAM の部分ですね。であとは縫製、それから、加工、それから検査仕上げっていう、うちの工場に来れば、デニムがどういう流れで、作られて最終お客さんの元へ、渡っているかっていうのが、来ていただければ分かる工場になってます。うちの工場の特徴は、みんなが座ってミシンを踏むんではなくて、みんな立って、ミシンを踏んでます。立ちミシンを採用してます。でこちらの、立ちミシンの生産、方式を採用している最大の理由は、ミシンは動かないけど人が動く、こちらの生産方式をとってます。でこれは多能工科、いわゆる一人が何工程の工程ができるオペレーターの一人になってもらうっていうことを、必要とされないと、この立ちミシンは成立しないんで、そちらの方の、オペレーターさんの技能スキルが、まあ、結集した、縫製ラインになってます。ヤヌークのデニムってほぼほぼストレッチデニムっていう伸びるデニムを使ってるんですけど、この伸びるデニムをあんな経年変化した、新品の古着にすることって、まず縫製にしても加工にしても他社では作れないんですよ。これがヤヌークの凄さ。で加工にも妥協しなかった。でそれを妥協しなかった、企画メンバーと、まあ、工場の、メンバーが、まあ、戦うじゃないですけど、目標に向かってそれを作り上げていったっていうのが多分ベースになってるから今のヤヌークがあるというふうに僕は思ってます。海外の人から見た時に、なんか手に取って、ヤヌークってなんかすごいなとかって言われてる海外の人の人ってこう見た時に、あこれすごくないっていうので、こう、まあ、世界に広がった時に作ってるところが、あこの総社開拓ファクトリーじゃんっていうふうになんか結びついてくれれば、生産者としては一番嬉しいですよね。僕たちは生産者なので、僕たちが、海外の人にこう発信できることはなかなかチャンスないんですけど、ただヤヌークっていうブランドがこうどんどん世界に向けて認知されるようないう風に なってくれればいいと思います。でそれをなってもらうことにこう負けないそのものを作っていくっていうのが生産者の僕らの仕事だと思って。